やっぱすごいのがね、こういう屋台ね、もう火だけでね、もうやっぱこう日本では保健所絶対許可出ないところでもアリペイ WeChat ね、北京ダックにね、アリペイ WeChat いろんなところで使えますね。はい、うん、こんなところで使いますよ、このセグウェイが、ラインボットのセグウェイ、わお、なんだかすごいな、めちゃカオス、市場の中でそれいる、市場の中でセグウェイですよ、ラインボットセグウェイを乗りながら、お肉の交渉。違って指バチョコンいきそうなんですよ。おー怖っ、そこも、はい、あぶね、あー見てた、怖っ、何なんでしょうね、このハイテクとローテクの混ざり合い、いやー本当中国すさまじい、なんか新しいものと古いものがもうごちゃ混ぜですよ。でこうやってね、電動バイクは静かに後ろからやってくるわけですよ。電動チャリですよね、でデリバリーの車が全部スマホで、まあウーバーイーツみたいなもんですよね、スマホで動いてるわけですよ。もう本当にね、このわかります、走ってんの電動チャリだらけですよ。ほらほらほら、ほら音もなく、音もなくチャリが、電動チャリややこしいのは車道走ればいいのに歩道走って、しかもねえライトなしですよ。もう日本ではありえない、本当にもうめちゃくちゃ本当に、まあそれがこの中国なんでしょうね。あ、普通の自転車のシェアチャリを漕いでる人珍しいです。バイクもねほとんど全部電動ですよ。いやねえ、なんかチャリなのに電動原付き原付きバイク並みですよね。で見てください、あれ見えます、あの荷物の積みよう、ありえないや、めっちゃ速いし、タバコ吸いながらだし、スマホ見ながらだし、ほらもう子供も乗っけてますよ、あれはまあねえ、このカオスぶりがやはり現在の深圳なんでしょうね。あの道歩いてると気をつけないと前から突っ込んでいきますからね。はい、デリバリーの人たちですね。はい、ということでここも音がない、犬連れ、犬乗っけて犬散歩しろやって感じなんですけど、はい、裸の人も登場、裸の人も登場する中国、さすがですね。暑いからね、いやすごい、でも漕がないでいいのは楽ちんだな、なんか後ろからピー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 うるさいねえ、歩道なのにピーピーうるさい、お前車道走れや車道走れや車道走れや、あの何このカオスっぷりは、ニキニキ2人乗りでうるさいし、いやー電動バイクにこれ本当にね、いやー確かにもう中国ならではの進化ですよ、電動バイクにさらに、漕がないでいい、ああもうあの
歩道なのにもうむちゃくちゃですよね。ああ無灯火で、あれもバイクじゃないの、うん、もうこれぐらいね大変、うん、いやーでも、おかげに我们的公司让农民生活到我们的地方好吗？こちらは3人乗りだ、うん、いやー本当になんかカオスっぷりがすごい。やっぱりね中学ははっきり言ってやっぱり無理、やっぱり住みたくない、住みたくない国ナンバーワン中国です。以上。